上からグローブを合わせました西岡俊明。さあ浜さん、はい、一言いただきます。頑張れ西岡でいきましょう。西岡俊明、試合開始の前に一言情報をお伝えしておきたいと思いますが、アメリカ製のグラントのグローブ、いつもあるメキシコ製のレイジェスをつけているんですが、一方マルケスはそのメキシコ製レイジェスをつけています。この辺はどうなりますか。さあ間もなく試合が始まります。両方の希望通りのグローブを使ってますということになりますね、はい、両陣営そしてコミッションもこれを認めました。さあまずはジャンプから始まりました。マルケスの長いリードブローです。まあマルケス陣営はスタートから打っていくということをメキシコの、はい、インタビューでも言ってますからね。西岡は右のリードブロー、これを磨き上げてまいりました。もちろん左はモンスターレフトです。紹介の時からやる気満々の顔でしたから ね、 そ, うですね、ええ、そしてそのリードブローとして使いたい右でありますが、浜さん、はい、なんとしてもあのマルケスの左はもらいたくない、したがってガードにも使いたい右なんですよね。まあそうなんですね、まあ、マルケスは西岡がサウスポーということで右も左も強いこと強いんですけど、はい、おそらく左フックを振ってくると思いますからね。それに対しての西岡の右のガードはやっぱり外しちゃいかんですからね。左のフックは最大限に西岡警戒しています。特に3回4回また一発も食いたくないですね。そうですね西岡君は、ええ、落ち着いてこの辺りはさばきます。積み上げて積み上げていきたいですね。前の足は相手の前足の外側に置いています。構えからして長いですねマルケスは。そうですね、距離がねも深くていかにも長そうですね。まあ西岡右使いたいんですけどね、マルケスのやっぱり左フックはやっぱりスタートは特に気をつけなきゃいけないんで、まあ、右を使うことも大事ですけど、はい、右のガードも徹しなきゃいかんですね、うん、それに伴って当然右の出方は打つ回数としては減ってきますが、まあ、右打ちました、ね、はい、特にスタートはやっぱり気をつけんといかんですからね、はい、今パチンと頬を捉えています、はい。西岡もマルケスの動きはいいですよ、ええ、おっと踏み込んできました。これが後半のシングルです。マルケスの場合には、ええ、攻める場合には危険を承知で攻めますからね、はい、いや本当にいろんな意味で今西岡君の歴史と向き合ってますね、ええ、こちらが本当に痺れます。残り1分です。第1ラウンド、お互いにますいいラウンドですよ、はい、よく見ています西岡、うん、西岡君はインサイドからジャブ2つは非常に印象いいですからね、はい、今この辺はしっかりと相手のパンチを落とします。ずいぶんやっぱり浜さん長い距離ですね。まあ、手も長いと思いますけどパンチ伸びますね、伸びますね。それはラファエル・マルケスの方ですが、一方西岡選手もこのラスベガスに入って疲れが取れて、葛西トレーナーが言っていました、非常に今まで以上にパンチが伸びていると。これはこのパンチの伸びには折り紙をつけていました。左、これです。マルケスも立ち上がりよりは一枚慎重になってる感じですよ、確かにそうなんですね。西岡に踏み込んでいれば西岡が左狙ってるというのが分かりますから、ね、当たりました。踏み込んでの左、これはこの回の大きいですよ。これがどこまでも突き抜けていくあのモンスターレフトにつながっていきます。1ラウンド終了しました。さあ解説者お二方にまずは伺っていきます。浜田さんからいきましょう、西岡10対9です、はい、ジョーさん、最後のねあの左ストレート2度当たりましたよね、はい、ちょっと軽いんですけど、あれがなかったらマルケスのラウンドですよ、はい、ただね一応利き腕の強いパンチがね、まあ、軽いといえども相手の顎を捉えましたからね、はい、まあ、あれ評価して私は西岡の10対9ですけれど、マルケスにつけるそのジャッジがいてもおかしくないラウンドですね。さあ、浜さん、はい、いよいよ始まりまして1ラウンド終了しました。1ラウンドって僕もう喉がカラカラ動くんですから、もうカラカラですよ。いや想像していましたけど、想像している以上に恐ろしい試合ですね、いろんな意味で、勝ったらねばならないと思います。さすがのラファエル・マルケス、この見ている観衆に伝えてくるものが強いですね。そうですね、もうマルケスですね、やはり、さあじっと相手を見据えています西岡俊明。ジョーさん、1ラウンドの動き3分間ですけれども、西岡全体としてどういう印象を受けました？西岡選手が、ね、はい、もっと右回りして、はい、それでその相手の外側に出るのかと思ったら結構逆回りとか正面で相手迎え撃ってますね。いろいろ多彩ですね。だから、ええ、ジャブも当てよう、左ストレートも打ち込もうっていう、もう一回いきます、そういうボクシングですね、はい、
険しい顔になりましたよ、マルケス急に。まあ、浜さん、その辺は練習でやっていたことが出ているわけですね。まあそうですね、特にスタートは徹底して相手のパンチは外すということにやってますからね。そしてやっぱりマルケス予想通り1回目出ましたけど、はい、だんだんこの出方が止まってきてますよね、うん、というのはどうしてでしょう。やっぱり西岡の圧力感じてますよね。あ、さあ踏み込んできます、左踏み込みました。狙いは良かったですけど、一発叩かれましたね。まだ距離があるせいで、あの踏み込みからまたもう一つ行きたいわけですよね、きっとね。今、西岡が踏み込んでいった時に左フック合わせましたよね。はい、あれはですね、予想していることではありますけど、さすがに打ってきますよね。そうですね。ファーストコンタクト外してですよね、この。右を出してきました。足がいいですからね、やはり左右にさばいてますから。そしてボディ。さすがマルケスですね、手が伸びるんですよね。これがまた伸びますよ、ギリ。右でも左でも。伸びてきます。グローブ一つ分多く伸びてくるような、そんな印象が目の前で感じます。特にジャブですよね、当たってはないんですけど、本当に拳一つちょっと伸びる感じがしますね、はい、マルケスも。やはり本物ですよね。そうですね、西岡、日本でもそして海外でも無類の強さを現在誇っています。まあ、2ラウンド目西岡、あ、1回2ラウンド目の最後で踏み込んでワンツーの感覚がつかめたんで、ええ、このラウンド入っていこうとした瞬間にマルケスが左合わせますからね。さすが西岡もすぐは入っていきにくいですね、はい、今右のガードの上叩きました。今度は内側から入ってきますマルケス。あと1分です。表情からするといろいろしっかり試してやろうという強さを感じられるので、ええ、心強いですけどね。返しマルケスも踏み込んでいきます。まあ、西岡今入っていって右サイドに回って左カッパを打つところなんか、あれは練習でも随分やってるんでですね、ああいう動きが出るということは体の調子というのは抜群にいいですよ、はい、入っていってすぐ右サイド抜けてっていいわけですね。そういうことです。はい、来ます。左頭の先からつま先までが全部こうバランスがいい感じで動いてる感じがしますよ ね、 西岡君は非常に最近の西岡、うん、ポジショニング、そしてバランス、この辺はもう飛び抜けて、安定感を見せているところです。お、ちょっと顔を背けましたけどね、まあ、想定ないですけどね、このストレートはね。カードを始まります。踏み込んできました、はい、そして今度は西岡が言いました。マルケスも返してきます。まあ、下に狙いは良かったですね、村本に。これは返します。まあ、今当たってはないんですけど、今の入り方いいですよ、はい、第2ラウンド終了しました。 WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、西岡がラスベガスで戦っています。浜さん、マルケス1対9です。ジョーさん、私も最後そのクリフィットがありましたからね、ペースはね2分30秒まで西岡選手の方がその積極的に取ってたんです。とかさすがマルケスですね。あの後半そのワンツー当てましたよね。ただねダメージはないんですよね、はいはい、ただお互い今のところ探り合いですよね。あ、まあ、当然マルケスの先ほどから言ったように左フックはもう最大限の警戒を払っている西岡俊明。右のガード、これは大切です。2つ目3つ目が怖いですからね。そうですよね。まあ、そのマルケスの右足と左足に伸びる感じがしますけどね、やっぱりまだ踏み込めてないですからね、マルケス。踏み込んできたパンチは本当怖いんですよ。ただ踏み込んできた時に西岡また左打てますから、それはマルケスも分かってるから、なかなか思い切って踏み込みにくいですよね、はい、さあ第3ラウンドです。あとはこの序盤をね、お互い最初疲れが1枚来るまで耐えたいですよね。ずっと一緒にやってきた葛西トレーナーが落ち着いた口調で、噛み締めるようにしてコメントを与えていました。指示を出していました。それを聞いて西岡、第3ラウンドです。どう左の返しボディ、マルケスはサウスポー相手にでもこれだけ左のまっすぐ打たせるんですね。そうですね、うん、マルケスが初回の出だしと同じような組み立てにまた戻ってますよ今。この3回の序盤が十分に距離を置いていますマルケス。西岡どうするか、今まだ西岡の踏み込み浅かったんですけど、ああいう風にやっていて、感覚つかめる、つかめればもっと鋭い踏み込みできますから、今青を左にしました。浜さん、もっと西岡の最大限の踏み込みってもっともっと入ってきますよね、まあ、入りますからね、はい、あのジョニー・ゴンサレスワンパンチで倒した時のように、まさにあれですよね、斜め前へ踏み込んで左ストレートグッとその打ち込むって、はい、あれですよね、あれがモンスターレフトと言われまして、メキシコ人が最大にも警戒しているパンチであります。だからマルケスさん、ね、それ警戒してますよ、はい、
だからね、右ストレートがね、もう一つ伸びてないんですよ。お互い野球の表と裏の攻撃のようにこう踏み込み合いながら交互にやってる感じがしますからね。そんな感じですね。これが交錯してる時ですよね、はい、西岡、メキシコ人に未だかつて敗れたことはありません。メキシカンキラー。しかし今まで出てきたメキシカンの中でも最強のメキシカンが目の前にいます。ゴリアン、だん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 感じつかむがいいですね。ただその時に右のガードは徹底しなきゃいかんですよ。まあ一番の得意である左のパンチ打つ時に、踏み込んで打つ時に、マルケスは一か八かで左打ってきたら、これはもう同時打ちなんかすると危ないところありますからね。さっと今スッとこう変わり身が早かったんですが、ボディ打ちました。右へのステップは怖いでしょうけど有効ですよ ね、 でしょうね。怖いでしょうけど、まあ、あらゆることをやらなければこのラファエル・マルケスに勝つことは難しいのは分かりきっています。その西岡、それをやり始めています。いろいろな動きを織り交ぜています。残り30秒、マルケスも浜さん見てますね。あのパンチ警戒しますね。それは、まあ、私から当然ですが、そうですね、汗が飛び散ります。額から、そしてグローブから足を踏み出した。低いダック、頭を一回ぐーっと沈めました。ラファエル・マルケス、これ足を踏み合ってるんですよ ね、 そうですね、お互いね、再三もう下がるからね、あの白いシューズが上行ったり赤いシューズが上行ったり、かなり前線ではバチバチやっています。このラウンドも浜さんからいきましょう。マルケス10対9です。はい、私もマルケスですね。これね、パンチ当たってないんですけどね、利き腕の右ストレートをより出してるんですよね。それでそのこれも的中率もう一つなんですけど、左がね結構伸びて西岡選手に顔面に接触してるんですよ。だから、ね、手数ではね、マルケスの方ですね。だから西岡選手もね、彼氏もね、的中率 100% みたいなパンチ出なし、もっとその手を出したり、相手をブロッキングさせたり、相手をヘッドスイープさせたり、そういうパンチをね、出していった方がいいですね。今チラッと聞こえたんですが、葛西トレーナーが力まないと、力まない力まないと繰り返していました。力んではないですよ、それほどね、足も動いてますしね。ただね、ちょっと狙う気持ちがあるかも分かりませんね。さあ第4ラウンドです。もっと軽いパンチ当てていくとね、強いいいパンチが当たってきますからね、はい、今お互い駆け引きですけど、はい、苦しい時間帯ですからね、ここをしのいでほしいですね、はい。浜さん、ちょっと圧力が浜マルケスがかけてきました ね、 少し腰を落としてですね、はい、パンチに力を入れて打つ状態をちょっと今作ってますよね、はい、懐入りました。ちょっと頭で曲がったんでしょうか。レイデスレフリーが注意を与えています。まあ、だから西岡はその時に、まあ、打とうかどうしようか考えるダメ、迷うことはないですからね、はい、そうですね、まだ動くんだったら動いて構わないですから。そうですか、またスタートですからね、はい、これはどうでしょう。あれも浅いんですけど、マルケスがバックステップしてますけど、軽くヒットしてますよね。右側へマルケスの前の足の外へ出ていきます、スタートよりもマルケス若干、腰を落としてきましたね。出てきましたね、明らかに腰が若干低くなっています。そしてプレッシャーをかけ始めました。マルケスがこう手が前に出てる感じを防ぎたいですよね。左を出してくる、ボディガーッと、これは空を切りました。西岡、予想以上にこの左はよく出ますね。ジャブが出てると調子がいい感じが自分でも自覚してる感じですよね。左の長さを防ぎたいですね。そうですね、長いパンチ、もちろんこの左、あ、やっぱり長い、向かっていきます。まあ、今読まれはしましたけどね、いいんですよ、あれでだん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 感じをつかんで、そしてマルケスが下がるような状態をつかむばですね、もっと勢いつかむことができる。まあ、でもマルケスがここまで慎重に組み立ててペースを取ろうとしてくるとはちょっとまた予想外ですからね。ラファエルらしからぬ慎重さを見せてますよね。アングルをつけて暴力的に来るかと思いましたけどね、ちょっと前しか攻めてますね、足、マルケスも一発打たれたら、終わってしまうという危機感はずっとあるわけですよね。その危機感の現れがこの自らの体を前に出させています。やはりマルケスの西岡の左を相当警戒しているということですよね。まあ、サラゴサ、ダニエル・サラゴサトレーナーがですね、やはり作戦組み立ったんだと思いますね。
だから左出して左出して、うん、おっと左右と出してきます。ガードの上がありますが、はい、やはり強いパンチです。ガードの上でももらうとやっぱり西岡がちょっと揺れます。インサイドからね、アンサイドからジャブを入れたいのは西岡君なんですよね。アッパーも気をつけなければいけない、このマルケスのパンチの一つです、はい、西岡も放ちます。一つ距離が縮まらないと西岡君の今距離はないですよ、どうにかして縮めたいですけどね。あのね、溝落ちへの、ね、左ストレートっていうのは西岡選手の一つの得意なんですけどね、これです、ジャッジに、ね、どれだけアピールするかなんですよ ね、 ですね。だからやはり上へ返すパンチをその作りたいですね。左ストレートどうだ、カスタカ、もう一発打ち込みたい、第4ラウンド終了しました、このラウンドはジョーさんからいきましょうか。私は西岡選手の左ストレート腹、あれをポイントに取りますね、はい、西岡10対9です、まあ、あの前半マルケスポ、まあ、4ラウンド目ですけど前半マルケスペースで来て後半の流れ良かったですからね、その流れをそのまま次の5ラウンド目に持っていけばいいですから、はい、ただし今のラウンドはジャッジによってはマルケスにつけてる人がいるかもわからない、そうですね、っていうのはね、やはり左リードっていうかそのリードパンチをね、その結構このラスベガスは取るんですよ、もうちょっとジャブの過大評価といいますか、左リード、まあ、あのサウスポーでいうと右リードになるんですけどリードパンチ、それを出してるとペース支配、主導権支配と見るんですよね。良くなってきたよと葛西トレーナー、西岡選手の顔の目の前で、語りかけるようにして、指示を出していました。指示というよりも激励という感じでありました。さあ第5ラウンドです。さすがにマルケスはすぐさっきのラウンドの後半西岡が攻めてきたの分かるんで、攻めさせないでおこうということですぐ出ましたね。出ましたね。やっぱり相当大舞台踏んでる選手ですよね。特にこのラスベガスの経験は俺のが上だと、ラファエル・マルケス言い切ります。いきなりマルケスのパンチですね。今はまっすぐその手を返すようにしてあの手の甲の方を下に出してついてきたりしますしね。振り込んできます。来ます。右のストレートバックしました。まあ見てますけどいいですよ、はい、今までにない踏み込み、1歩2歩3歩くらい、入ってきます。まあ、今のダブルなんかいいですね。ちょっとサイド曲がって左のダブル、マルケスの体勢崩した時のあの左は有効だと思いますね。今日は最後ね、明日はもう突破口にしたいですよね。そうですね、西岡が入っていった時にもちろんマルケスの左フックは気をつけなきゃいけないわけですけど、はい、その左フックを打つか打たないか、その後に必ず避ける場所が結構あの決まってきてるんですね。はははは、まあ、特にボディ打つ場合にですね、あれ避ける場所に打てればいいですからね。おーと、ちょっとステップインしてきますね。左ストレート、今まだ浅いんですけどね、もう少し入る、もう一発来ました、今外されましたけど、いいですよ。ラワイルは効いてないぞというような感じで首を振ったりグローブをこうヒヤヒヤさせたりしてます。右のストレート、もうすぐ返すんですね。打ち返してきますよね、マルケさん。本当に打ち返してくる。この辺のやっぱり負けん気の強さが全部打ち返してきます。当たったか、大丈夫のようです。ちょっと出会い頭的にジャブが当たりました。お互いね、その非常にこれはグローブの上です。前に出てる方の手のそのフックですよね。返しのパンチ、マルケスで言うと左フック、西岡選手で言うとサウスポーの右フック。これお互い今のところは出してないわけです。出せないのか隠してるのか温存してるのか。あ、はい、おーと。はい。お互いにパンチの交換はここではありませんでしたが。はい、まあ、浅いですけどね、これもう少し入れれば、届くようになる。おい、ふらついたか。いいですよ、いいですよ。一瞬でありますが、足がバタつきました。いいですよ、マルケス下まま出たですね。青さん、今日一番のいいパンチじゃないですか。もう左半分の顔面に当たったわけですけどね、だん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 感じつかめてきてますから ね、 さあ、照準がだんだんとピタリとこれいきなり行っても当たったというのは西岡には大きいと思いますよ。ちょっと脅しをかけてみます、足を踏み鳴らします。もう一つ入れたいですね、強敵このラファエルをロックオンできたか。一発当たりました。気をつけて。おお、トトトトトン。第5ラウンド終了です。
やいい西岡のパンチがあったラウンドでしたが、浜田さんどうですか、西岡10対9です。いけますか、はい、私も西岡選手 の左ストレート、この試合でお互い一番いいパンチだったんですね。あ、ちょっと一瞬チャメスの後今ドネア選手が、そしてアルセ選手がいます ね、先ほどから映っている、スーパースターたちです。2人とも、ね、西岡選手この試合勝ったら、ね、対戦の意思表示してるんですよ ね、そしてこれはジョニー・タピア、はい、勝った方が、これまたもう一段上のドリームマッチに香川さんそうです、ね、もう進めますから ね、しかしまずはここですね、まずはここ、はい、この中盤に入ってからマルケスが一つ落ちてくるとすれば西岡君左当てるチャンスだと思いますから、笠井トレーナー集中力切らすなと言っています。さあ夢と欲望の街、富と名声、成功と挫折、光と影が背中合わせのこのラスベガスで西岡6ラウンド目です。また先に手を出してきました。このジャブは止めたいですね、何らかの方法で止めたいですね、一発もらったら2発打つというのはこの人のやり方です。ラファエル・マルケス気持ちの非常に強い選手、さっきマルケスが左ストレートを食った後に、少し強引気味に行こうとしたわけですね、はい、あれがこのマルケスの性格なんですよ ね、だからその時はやっぱり西岡は左まっすぐ伸ばしていい打っていいんですよね。そうですか、はい、まあ、マルケスが出てくると危険ももちろんあるはしますけど、そこは一つ勝負するところですから、まあ、それだけの、ね、危険を冒して勝負しなければ決して勝てる相手ではありません。一発二発と打ち込んできます。これをきます。マルケスっていうのはね、こんな慎重な戦い方する選手じゃないんですよ。もっと荒い選手なんですよ、ところがね、やはり西岡選手がジョニー・ゴンサレス倒したそのイメージがあるんでですね、はい、多分ダニエル・サラゴサトレーナーの指示でですね、こういう左リードでね、丁寧に戦ってると思います。それはね、一つはね、良さになってますけど、一つはね、自分の荒っぽさって言いますかね、その強引さって言いますかね、殺してますよね。また、わずかにバタつきました。今ですね、マルケスは西岡のまっすぐを来ると予想してたから、今、まあ、ロングのフック気味に打ちましたね。上からはね、叩き落とすような感じ で、左回りにこの回してるんですよね、西岡。そうですね、これが少し有効なのかなとちょっと思いますけど、時計回りしてます、はい、あえてですよ、あえての左回りです、はい、そしてボディ、速い動きです。一瞬にして飛び出していきます。今回ジャブが止まってますからね、マルケスの。そうですね、西岡が打ってき、来るところをマルケスはすぐ打とうとするところありますよね、今。そうですね、前半は少し、おい、これどうだ、これもこめかみのあたり。さあ、やっぱり今、マルケス行こうという状況になってますから、レフトが一発二発と回数を増やしてきます、まあ、危険ではありますけど、もうそこは勝負するところでもありますよ、はい、踏み込んで、当然マルケスも踏み込んできたところ、帰り際狙ってると思われますが、追いかけます。おお、左回りに狙合わせてみた い、 いいですよ、これがですね、もう少し、あと5センチでも入れればですね、もっと深く突き刺されますから。5センチですか、はい、まあ、今のところやっぱりマルケスがプレッシャーかけている分、西岡の踏み込みがまだ、緩いところなんですね、随分西岡君にとっては精神的にいい左の何発かだと思いますよ、香川さん、ラファエルの顔が形相変わってきましたもん ね、パンチもらってからちょっと腫れてる感じがしました、はい、誰から角度を変えて左を出しました、外に出ながら左を打ち込んでいきます。マルケスが少々焦り気味でですね、正面正面になってますからね、急にマルケスの差がなくなりましたからね。そうですね、これがマルケスらしい、ラフの展開なんですよね、ラフっぽい展開です。左回りが良さそうですね、なんか、はい、ジョーさんからいきましょう。このラウンドは西岡選手のですね、左ストレートが数度クリーンヒットしましたね、はい、西岡は10対9です、はい、ジョーさん、本当どん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 西岡選手いい感じになってきましたね。そうですね、一方ね、マルケスの利き腕の右ストレートはなかなかクリーンヒットしてないんですよ、だからね、西岡選手も相手の懐の深さ感じてるかも分かりませんけど、そのマルケスの方もその右の選手との対戦経験が多いでしょう、サウスポー西岡に対してやはりその右が遠いなっていう打ち込みにくさ感じてるように思いますね、はい、でそれを打ち込んでしまうとね、西岡の右フック左ストレートっていうのが来る危険性がありますからね。浜田さん、どうですか西岡の表情は。いいですよ、落ち着いてますよ、はい、まあ、十分プレッシャーはかけられる状態はありますけどね、その中でも落ち着いて、冷静に判断してますから、はい、
スタミナは大丈夫でしょうか。まだこれから7ラウンド、まあ、折り返しであります。 WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、西岡7度目の防衛戦、マルケス出てきますよ。そうですよね、うん、おそらくマルケスの性格からもう間違いなくガンガン今まで以上に出てくると思います。自分が今までキャリアでやったことないスタイルやってるわけですから、こんだけ抑えて抑えて、行きたくて仕方ないのは、ええ、そうですよね。そろそろ手綱話す頃ではないでしょうか。あ、でもいい感じですね、今のフィラリの中狙いも打たなかったですけど、今ねサラゴサトレーナーはね、はい、そのコンビナって言ってですね、コンビネーションもっと打てって言ってるんですね。おお、なるほどなるほど、確かにコンビネーションにはなかなかなってないですもんね。今までは単発ですからね、ラファエル・マルケスにはあの名チャンピオンでしたダニエル・サラゴサがついています。いいパンチだ、うん、追い払うにはいいパンチですよ。顔面が一瞬これでですね、マルケスにぶれました。今の打ち方で足がもう少し出ると、はい、深く入りますからね、そこまで行ってこそモンスターレフトですね。うん、そうですね、本来はストレートの選手ですからね、西岡君も、はい、パッキャを彷彿させるような、そうですね、目線を切ってからの左ですよ。今みたいな、はい、パンチが飛んでくるからやっぱり西岡も距離も取っておかんといかんわけですよね。そうですね、しかしそのあたりは冷静に見ています。対応はしない、いや、しなければいけないのか、打っていきます。マルケス相手に大変な困難な道ですよ。一瞬の気は許すことができないですね。何も許せないですからね。もちろん本人もあの最近は特に言ってる言葉ですが、油断は自分の手が上がるまでしない、まさにその通りでしょう。全てのパンチがボディ、この相手に油断という言葉は絶対に使ってはいけない、見せてはいけないところです。ボディ打ちました、いいところです。ベルトライン左のタイミングはだんだん掴みついてますよ。左合ってきましたね、合ってきてますよ、これで、どの状況でどのタイミングで思いっきり入れるかですね、はい、ナイス、左が並びました、いいですよ、どんどん来ます、どんどん右返した、右返した、初めて右返しました、警戒の右ですよ、右抜けますよ。さあ、ラファエルはどう動くか待っています、西岡。ラファエルはですね、正面正面になってきましたね、性格が出てきてますよ。なるほどね、そうすると西岡の思うつぼという展開になります。でもありますけど、ただ強引に来た時には捨て身で来る選手ですからね、危ないところもありますからね、確かにマルカスの最大の強さが発揮される展開にもなるわけです。ただ荒くなります、左出しました、もう一つの下ですよね、狙いがね、あと半歩ね、ブロックします、エルボーブロック、綺麗にかわします、欲をかけばブロックも当然忘れてはいけない動きの一つです。今日の西岡選手は、ね、よくフェイントかけてますよ。かけてますね。揺さぶりをね。結構最初引っかからなかったんですが、右顎を捉えます。ちょっと浅かったようです。フェイント入れた右服。第7ラウンド終了です。さあ、じゃあ浜さん行きましょう。西岡10対9です。このラウンドもクリアに、その西岡選手のラウンドですね。はい、明らかに取ったようです。6ラウンド7ラウンドっていうのはね、ジャッジ3者とも西岡選手だと思いますね。はい、私たちはこの MGM グランド、巨大なホテルであります、ここに付属する会場で今皆さんにお届けしているわけです。西岡対、マルケス、いい試合になってきています。まさかこのホテルのメインイベントで日本人の世界チャンピオンが防衛戦をするとは、夢のホテルの会場ですよ。夢ですよ。しかも夢の列車、今7ラウンドまで来ましたよ、はい、行ってほしいですね。西岡は世界の西岡で通るような、名前に自分の名前をしたいと言っています。つまり、日本のチャンピオンである WBC スーパーバンタムのチャンピオンである西岡俊明ではなくて西岡で通用する名前にしたいんだと、ね、自分の名前を、まあ、今のもちろん7度目の防衛戦です、素晴らしいチャンピオンですが、さらに1段上2段上の高めのチャンピオンを、ね、目指しています。そのためにはこの目の前の強敵を倒さねばなりません。8ラウンド目、マルケスをここまで慎重にさせているだけでもすごいことですから ね、 慎重に立ち上がったそのマルケスも徐々に本来のマルケスが現れてきています。だからマルケスもですね、今打つ姿勢は常に起こしているんですね、はい、それで一発目を打つわけですけど、まあセコンドもコンビネーションでいったということですけど、2発目3発目打つ、はい、打ちに行くと打たれるんじゃないかというのはまだ頭でよくってますよね。あ、そうですか。一方西岡、右に出て西岡はどうですか。西岡入るタイミングは掴めてきてます、はい、いますから、どの段階で、はい、しっかりと思いっきり踏み込めるかですね。
あのね、マルケスのね、右目のね、下、その頬の上ですね、ちょっと腫れてきてますよ。あ、そういえばそうですね、うっすらと。だから西岡選手の左はね、左側、これが当たった。もう一回いきます、もう一回いきます。入り方良くなりましたよ。良かったですね、常に右の足は相手の前足より外に踏み出します。それで相手の体勢が悪いとき、はい、打ち返してこない体勢のときは右フック返したいですね。あ、そうですね、右まで行きたいですね。そしてもう一回いきます。アルケスの感じで触ったが、ね、なくなりましたよ。1枚今4連打、5連打。西岡がストレートを思いっきり踏み込んだときは頭、マルケスは打たなくなりましたね。マルケスは打たなくなりましたね。西岡が踏み込んだときには。あ、そうですか。まず守りに回るところですから、ね、頭切ったんですかね、西岡が。西岡の頭頂部ですか、頭と。あ、切ってますね。マルケスの多分おでこあたりでしょうか。頭切りましたね。頭先で突っ込んでいったんですが、ちょっとね、西岡選手がね、サイドへ出ようとしたんですね。でサイドへ出て自分の左ストレート、左肩を相手のインサイドに入れようとしたんですね。アクシデンタルヘッドバットって言ってますね、芸術レベル。うわ、結構偶然のパスね、はい、さあ、結構出血してますね。結構出てますよ。予想外でしたね、ちょっと嫌ですね。さあ、これを切り焦らないことですよ。マルケス出てきます、出てきます。マルケス打ち合いになるのか。マルケスチャンスと思ったんでしょう。出てきました。まあ西岡焦らないことですよ、この小さな今ポーズができました。そのポーズをきっかけに出てきました、マルケス。この辺は勝負の矢を十分集中しているチャンピオンです。角度からするとマルケスの方が切ってもおかしくない当たり方してたんですけどね。低い体勢で来ています。どうだこのカウンター。まずいいですよ。いや、西岡君まだ気をつけて、また気をつけて。マルケス下がり始めました。いやいや、ただ今ラウンドはですね、西岡が踏み込んだ時にはマルケスはディフェンスするようになりましたからね、はい、打つんじゃなくて守るようになりましたから、はい、あれは西岡としていい傾向ですからね。いいですね、はい、守る時は守ると。今は守る時か。いや、攻める時でもある。左出しました。今いいね、いや今西岡君の方が34秒です。頑張ってほしい、頑張ってほしい。あ、取った、うん、足がちょっともつれてますね。右はスピードないですよ、動きおかしいですね。散漫なパンチですよ、マルケス。おい、左、マルケス攻めが、おうおうおう、マルケスぐらついています。マルケスがぐらついています。よく今の回ここまでや、なんか組み立て直しましたね、西岡君。そうですね、じゃあ浜さん、西岡10対9です。はい、私も10対9ですね。ただね、出血がね、いわばハンデになりましたよね。ところがね、一方そのマルケスの方がね、このラウンドで分かったんですけど、サウスポー上手くない。それでね、今日はね、もう一つ、あ、マルケス怖いなっていうパンチが今のところ出てないですよ。やはり西岡選手のね、ポジショニングのせいですよ、はい、だからそのパンチを打たせてないんですよ、今のところね。そうですね、いや、いいパンチです。あ、しかしバッティングで、このラウンド、西岡選手は髪の毛の中だと思うんですが、カットしています。まあ、当たったシーンも出ていましたけども、普通だったらマルケスの方が出血しそうな、カットしそうな感じだったんですが、眉間のあたりでしたからね、マルケスは。この表情です。一瞬弱気な表情になったのが盛り返したのは大したものですね、西岡君は。さあ9ラウンドです。大きく左にステップを使います、西岡俊明、スピードキング。ちょっとバランス崩しました。慎重に慎重に、大丈夫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 だよ。下がります。大丈夫大丈夫。さっきのラウンド良くなかったと、打たれたということで、はい、強引に来ますよね。その辺はさすがですね、やっぱり ね、 息の気を知っている、勝負するところマルケスっていうのは知ってますからね。逆にチャンスですよ。チャンスですね。そう言えます。相手がワイルドになってきますからね、はい、左ショートを打ち込めますからね、左に距離が詰まってる、詰まってる。ストッピングを見せます。今のところ西岡カウンター狙う必要ないですからね、はい、同時に打つ必要ないですけど、ああちょっとナイスハンズナイスハンズ、だから出番が叩いていけばいいんですね、西岡のワンツーストレートのタイミングが合ってきてるんで、はい、カウンター狙うんじゃなくて、はい、踏み込める状態の時に入っていけばいいですから。ああ、いいですか、はい、はい、相手が打ってきた時にはしっかりと外せばいいんですから。なるほど、カウンターじゃなくていいわけですね。はい、打ってきた時にしっかり打とうというところになると、はい、ちょっと遅れるとやっぱりマルケスの感じ危ないですからね。踏み込んでいきます。これ序盤は西岡君が積み上げたものを
はい、マルケスの一発で生産させられたのが逆になってますからね、今マルケスが積み上げたのを西岡君の左一発で生産してますからね、はい、入れ替わった左、もう一回ありがとうございますよ、胸元でいいよ、そう、もう一回行きます、はい、右フックですよ、いいですよ、いいですよ、マルケスが丸まってきました、厳しい顔になったマルケス、背中が丸まってきました、マルケス腰が落ちて、ずいぶん目の高さが低くなっています、あ、いいですね、息は、まあ、息が随分荒くなっています、マルケス内に行って空振り、そして、はい、待ってるとワンツーで、返さるというところで、ちょっと一番疲れるパターンですよね、まあ、もちろん西岡も今いっぱいいっぱいでしょうけども、したけどあれは気づいていたところなんですけどね、はい、ちょっと抑え込むような感じになりました、ストップしています、これはグローブ止めています、アウト、マルケスも守りますね、鈍りました、あ、そうですか、鈍ってます、鈍ってます、パンチのシャープさはもうまずないですね、今ね、打ち下ろしを見せたんですが、今の状況ですね、はい、ワンツー打って離れ、打って離れて、どんなに回るんですか、左アッパーですよ、相手が打ってくるときには、はい、打とうと思わないで外すこと考えればいいです、なるほど、はい、あーと踏み込んできました、怖いでしょうけど、そろそろ右ボディとかも見たいですね、西岡君ね、怖いでしょうけど、もう一回いきます、現れます、入ってくる、あー、うまく避けています、あの右ストレートにね、もう一つね、あのスピードがないんですよ、マルケスね、そうですね、なるほど、右当たった、右当たりました、あのおう、とたーと威力が足踏まれましたね、今ね、まだ浜さん威力は、まあ、一発はありますからね、一発はあるんで、相手のパンチに合わそうと思わなくていいんで、おでこです、いいですからね、反応も鈍ってますからね、マルケスは、それは間違いなく、あぶね、反応の鈍さ、もう露呈しています、ただ気をつけないと、ただまだ一発ありますよ、マルケス一発、足はつくよ、ラウンドは終わりました、第8ラウンド、9ラウンド目終了しています、9ラウンド目終了しています、マルケスは日本人と戦うのは初めて、いっぱいいっぱいの姿勢を見せています、ジョーさん、西岡選手10対9ですね、西岡10対9です、はい、このラウンドの最初ね、攻め込んできましたよね、そのマルケスが、ところがね、西岡選手うまくその回り込んで相手の打ち際を反らせて、あとは左ストレート強引に打ち込んできましたよね、はい、この強気さっていうのがいいですね、これはあの西岡選手がちょっとバランスを崩したシーンが再現されています、このラスベガスでね、一番最初世界タイトルマッチを行われたのは1960年、世界ウェルタッグタイトルマッチ、ドン・ジョーダンとベニキとパレットなんですよ、それでパレットが勝ったんですけどね、それ以来51年目ですよ、ね、51年目にして日本人のチャンピオンがここで防衛できるか、西岡俊明スピードキング、さあ、ああ飛び出してきました、マルケス10ラウンド目です、あと全部あるならば3ラウンド、出てきます、出てきます、あ、足を壊れますね、そうですね、もうこれはまあお互い様でもあるんですけれども、しっかりとパンチを、まあ、踏み込んで打とうとするから、はい、まあ、左構えと右構えはよくあなりますね、まあ、マルケスの足でさばかれてるっていう自覚があるんでしょうね、今回は使い慣れたレイジェスのグローブから選んだ、グラントのパンチが、グラントのグローブが切れてます、さらにいきます、右フックもいいです、返しの右フック、そして返していきます、返していきました、待ちのゴッドパンチですよ、待ちのゴッドパンチ、慎重に慎重に、距離は十分、ワンツーで入って離れて入ってでいいんですね、あの、いけるか、さあ狙いに、狙いに角度から斜めからいきます、下も入れたいですよ、角度を変えました、後ろはロープだ、マルケス、まだまだ後ろが突っ込んでます、効いてる効いてる、まあ、引っかかったということなんですね、マルケスがするといいですよ、さあ西岡がフェイントに引っかかります、マルケス、西岡もですね、アウト打ちにしちゃいけないですね、何でもかんでも打ちに行ったら一発で返せるかなと思うんですけど、ね、もう下に狙いを定めてフェイントの上はもうほぼ当たりますよね、今そうですね、何で詰めていくか、マルケスの動き、パンチを全部読んでますからね、右出ていきます、いやそして左です、いやここから行くのか、左のストレート、右を返したいですね、追い込まれています、元チャンピオンマルケス、ああ出てきた、まあ、今グローブに詰めてワンツー打ちましたけど、マルケス左に返しますからね、返しますね、だからやっぱりまだまだ慎重にやらんといかんですよ、そうですね、右のガードは、そうですね、慎重であることには変わりないですけど、そしてまだ長さを保って、あーっと、突破、飛び込んでいった、右フックの返しまで当たってるっていう自覚があるとね、いいですけどね、そうですね、当たってますよ、右フックも、
右の返しまでしっかりと西岡俊明意外に決め手になるかもしれないですよ右フックがナイス今頭に当たったんですよ、今の方がもう一回行った、ね、あの左顔面に当たる左ストレートですよ左を連打します、思いっきり入ってますよね今当たります、いいですよこの入り方いいですからタイミングはぴったんこ、まあ、もちろん歴戦の言うですからそう簡単にはいかないでしょうけど ね、 いやこれはパーリング、しかし素晴らしい瞬間の連続ですよ今のあともう一回入りたいですねジャブを通す突き通す右が入りますそしたら狙い通りのアッパーですね起こしてきましたおおっとっとマルケスきつくなりましたね、はいはい、明らかにマルケスの動きがギクシャクしてますもんね西岡君のアドレナリンで血も止まってますからねもうね壊れかけた人形が右フック右フック今もタイミング変えて右の返しの方がよりそうですね的確にフットしますいや素晴らしい10ラウンド目終了ですいいラウンドを作りました西岡俊明ジョーさんからいきましょう西岡選手10対9ですね、西岡10対9です自分のリズムで高柳さんねこれまでねその WBC の世界戦で日本対メキシコっていうのは、ね、日本の31勝それで54敗で2引き分け1ノーコンテスト無効試合ですメキシコが圧倒的に勝ち越してるんですよところがねここでね本当にねこのラスベガスボクシングの聖地ラスベガスの西岡選手、ね、これ本当差を詰めてほしいですよね、サラゴサさんもう言葉が随分きつくなって厳しくなってきましたいいパンチですいやコーナーの表情は本当にあのもうマルケスかなり追い詰められてる雰囲気ありますけどね、私が数えたところ過去9人のメキシカンと対戦し全勝 6KO という西岡俊明メキシカンキラーですからね、 そうですからねさあ11ラウンド目チャンピオンシップラウンドに入りました出てきますもう自分は出るしかないという感じのラファエル・マルケスもうあの細かくジャブをつくのを完全にできなくなってますから ねマルケスはねそういう感じですねもう小細工なしできます3番の右と返しの左で出てくるだけですからね、まあ西岡選手いろいろ思うことはあるでしょうけども浜さん、はい、あと2ラウンド十分に気をつけながらね、うん、戦う必要ないでしょうねあの、はい、今の入り方いいんですよ、いいんですよおー起こす強いて言えばですね、今の入り方を立て続けるストップできるかストップするのかいやプッシュですねあなるほど上から押さえつけるなとだから相手が打ってきたところを左に狙おうとか、はい、それは一切外していいですねあの左ストレートから右フックの返しの時間が短ければ短くほど深く当たりますからね日本の皆さんが、あのファンの皆さんが西岡コールです、まあ、気をつけてその西岡コールに乗って、左のストレートから右攻めてる時も守りを忘れないことですねそうですねナイスボディボディ入ったようですそして襲いかかる引くときは引きますう、まあ、引くときは、まあ、相手が打ってきたら、はい下がって外していいですからね、はい、先ほど1から言ったように無理にカウンターは狙わなくていいと、カウンターは狙う必要ないですよ狙う必要ない、はい、左サイドさらに追い打ち、自分で踏み込んで打つ分にはいくらやってもいいですからなるほどあのジョニゴンを倒したようにそうですそうですあの踏み込みここ相手が打ってきたらまず外してください、はい、右アッパー見せましたよ、まあ、あのマルケスの左アッパーも怖いですけどね3発目のボディ行きましたけどねもう本当にもう本当に一つだけ気をつければ大丈夫ですからボディへ行きますあっといやいやそんな低くないですよそんな低くないですよ引いてるんでしょうさあ西岡左のガードは忘れていませんああ見ましたよ、そして左から右下も行きたいねもちろんナイスボディ右から始まります西岡ボディボディマルケスのパンチがどれぐらいというふうに自分で感じてですねはいこれだとまた力ありますねブロック一発はまた力ありますねグローブの上でも西岡揺れますもんね、まあ、微妙な持ってますよ来たねさあ使い慣れたナイスショットあの返しがグライスのパンチでハマるといいですけどねマルケスの足がバタバタするようになってきてますからねそうですね、うん、かなりバタついてますね西岡はまだあの足使いますから、はい、前に出る下がる前に出る下がるこれだけでいいんですよもう一回いきますもう一回いきます飛び込んできたらハッパーああ右がカウンターになりました西岡です、はい、いい狙いですよあれを使いたいですね使いたいですね右を使いたい顎の当たり軽くです左のストレートがヒットしますおっとっと狙いはいい狙いはいい打ち合いになりそうですマルケスの顔が随分膨らんできました厳しそうな顔ですよマルケス
11ラウンド目終了。このラウンドも西岡選手ですね、はい、西岡10対9です。あと1ラウンドです。ちょっと何言ってるか聞きましょう。はい、深呼吸して、最初に2枚しな、しのげる、はい、深呼吸してしのげるという言葉も、ちょっと伝わってきたようです。もう西岡陣営は落ち着いた指示ですよね、あまり多くも、ね、指示は出していませんでした。これ今考えると、あの6ラウンドに当てた左は大きかったですね。あの威力はそこから変わりましたからね、大きく。まさに尽きることのないこのエネルギー、パワー、まあ向上心、常日頃口にしています。そしてそれを支える精神力、それは数多くの挫折があったから今の西岡があります。自分をさらに高みに押し上げようとしています。さあ歴史への3分ですよ、西岡俊明、スピードキングインラスベガス、ラストラウンドです。西岡ラストラウンドはですね、相手が止まっていればまっすぐ打ち込んでいいですね。来ますから、来ますよ、来ますよ、相手が来ますよ、相手が来れば、外すことを設定するんですから、はい、いや西岡行くんだな、これまたすごいね、西岡行くのか、行きます。相手が打ってくるときには、まあ、カウンター狙う必要ないですけどね、マーケス外すこと、振り回していきます、マルケス、おっと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 、左、もう一回行きます、右、開始の最初の1分ぐらい見てほしいですけど、行きますね、西岡君は。そうですね、すごいですね、西岡は常に前、そして上を目指します。ある意味ですね、今のやり方というのは、はい、ダウン取れるという、あの感覚でやってるんですね。取ろうとしてるわけですね。そう、そうですね、まあ、マルケスが出てきた方が取りやすくはあるというか、理屈上はそうですけどね、ガードが開きますからね。そうですね、ナイスボデ、相手がね打ってきてパンチ流れたところだったら、その右フック当たりますよね、はい、この無類のスラッガーを目の前にして打ち勝とうとしています、西岡俊明。いや、全てが歴史を踏もうところがあることですね、強いパンチです。最後フィニッシュブローはあのモンスターと言われるレフトか、あるいは返しの右か、ボディエ、そして返した、起こします、下聞いてますよ、ボディエ。まあ、西岡、あのやるのはこの一つで構わないですからね。いいですか、入ってワンツー、これボディ顔面、はい、どこでもいいですから、ワンパターン OK、 あとこのラウンドのみです。マジで、ちょっと西岡の動き、少し、ブレるように今なってますからね、はい、一回離れてからまたやればいいですよ。あ、そうですか、ちょっとブレてますか、ボディ、ちょっと、いや、ただ下は効いてますよね、左から起こします、打ち合いになる。そうですか、やっぱり、やるんですね、ダウン狙いですね、やります、西岡は行きます、そうするんだったらガード固めて、打ち抜いて構わないですからね、はい、いや最終回の威力ありますよ、危ない、西岡に休むという文字はありません。ちょっと左行きましたね、全身あるのみ左、これでいいんです、これでいいんです、これがラストラウンドとは思えません。危ない、あーと開始、危ない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 、あいちあいち、あいちになります、いや勝負戦だったらしていいですから、いいですか、もういいですよ、す、今日のマルケス気が入ってる、正解よく耐えますね、よく耐えま、耐えてますよ、あと30秒です、西岡さん、この勝負というのは、ボディから完全ダウン取れたいということですよね、これから、さあ西岡打ち込んでいく、あくまでも最後まで、西岡に気をつけて、疲れはピーク、ラファエル・マルケス、この試合二度目のスリップダウンです。あと10秒ですよ。あと10秒。歴史が来ますよ。歴史が最後の試合になります。頑張れ。西岡前進します。試合終了です。西岡実体機です。はい。私もそうですね。夢と欲望と、そして富と名声。いや、さらには成功があります。素晴らしい。ラスベガスで西岡最後まで前進しました。いや、強豪ラファエル・マルケスを押し切ったでしょう。これは素晴らしい、35歳です、素晴らしい、35歳にしてまだピークは先です。いや、感動しますね、本当に驚きのチャンピオンであります。7度目の防衛戦、チャンピオン西岡、日本人として初めて防衛成功の外貨がここアメリカラスベガスで上がります。とはいえ採点が出るまでちょっとしびれますね、やはりね。
浜さん最後まで行きましたね。さすがですね西岡は。マルケスの左ジャブを、まあ、ポイントとして、まあ、取ったにして何ラウンド行くかですね。なるほどね。浜さん自分を務めて冷静に、しようというふうに私には受け取れましたが、さあまだこれ試合はジャッジが発表されなければ分かりません。オープンになってみなければ分かりません。実のところ香川さん、はい、結構ドキドキ、いやドキドキします、します、ね、まあ、それは歴史への瞬間でもありますから、はい、さあ皆さんでその歴史の1ページ、新たな1ページ刻まれる瞬間コールを、いや、あのみんなで聞きたいと思います。本当に今日ボクシング初めてご覧になった方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、本当に歴史なんです。歴史が作られる瞬間なんです。モンスターレフトスピードキングが15連勝中、実験王16連勝目が夢の勝ち星になりそうです。少し若干ではありますが、やはりマルケスの顔は晴れが感じられます。西岡まだまだいけるというような、戦えるというような、そんな表情をしています。西岡が言っていました、自分は試合が終わって自分の手が上げられるまで油断はしませんと、うん、ただですね、あの西岡も自分の頭でも分かったことがありますからね、はい、やろうとしたことできた、相手を読んだ、さあ聞きましょう。 Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision, una decisión unánime. Judge at ringside, Robert Hoyle scores about 117 to 111. Judge at ringside, Dave Moretti sees it 116 to 112. Judge at ringside, CJ Ross sees it 115 to 113. All three in favor of the winner. And still champion, 西岡ラスベガスで勝つ。7度目の防衛戦成功です。西岡俊明スピードキング、アメリカでラスベガスで勝利しました。日本人初めてです。よくやりましたね。嬉しいね。西岡コールです。日本からも多くのファンの皆さんが駆けつけてくれました。115対113がいるんだから、だから、辛かったですね。まあ、おそらく前半のジャブをついてたのだと思いますね。そうですよ。だから私はこのラウンドは、私たちはその西岡につけるけど割れるっていうラウンドが2つあったでしょ、あれがこっち来てたら117、111になってたわけです、ね、結果最後まで攻めの姿勢が浜さん良かったわけですよね。最終ラウンドですね、まあ西岡もセコンドも勝ちは確信してるわけですね、はい、そこでダウン取りに行くと、まあ、そこで食ったところもありますけどね、それを承知していく、それがやっぱりラスベガスのファンの心を打つんじゃないですかね。これが皆が認める西岡の精神力。いやー、いいですね、全身力、まあ、本当にあのファンの皆さん、一時世界挑戦4回失敗した時点で、取れなかった時点で西岡はダメなのか、その後西岡4年間の私服の時があったわけ で、 そ、 で、ね、それを乗り越えて、アキレスを切ったのを乗り越えて、そうです、ね、今が本当にそうです、ね、だから強いんですよね。もう今日から皆さん西岡俊明選手をもうパソコンで開いていただいて、くまなく調べてチェックしてもらいたいです。もう西岡でまだか、西岡だけで通用するまではまだまだ先がありそうです。この後ドリームマッチがいくつも来ますよ。そのことは置いていて、今日は美酒に酔いしれましょうよ、高柳さん。この西岡の笑顔も最高ですね。いやーラスベガスで何遍も言いますが、こんな日が来るって、ね、しました。本当に初めて日本人チャンピオンが勝ちました。まあしかしそういう場所をできることだけで大変なんですけどね。本当そうですね、勝ちましたからね。西岡、あ、ローマンも来てますよ。いやー本当に左トレーナーが隣が田中仙台トレーナー、後ろにいたのが笠井雄一トレーナーです。みんなで定権チーム定権が一丸になってトレーナーも囲んで浜さんやってきたわけですからね、まあ、そのせいからなわけですよね。西岡の努力っていうのは相当凄まじいもあったわけですけど、やっぱりチームワークいいですよね、本当、まあ、チームワークでここまで来ましたよ。
数々の伝説の、まあ、レジェンドのチャンピオンたちを二条さんずっと見てきているわけですけども、一人だけではやっぱり勝てないわけで、支える人がいるわけですもんね。それでチームワークとね、そして本田会長ですよね。ここアメリカの地でね、その帝拳プロモーションの興行をした、ね、で西岡対マルケスっていう、はい、こういう好カードを提供したっていうのはすごいですよ。いやー、しかしね、三十何年ボクシング見てきてこんな日が来るんですね、はい、いや本当にすごい。 WBC 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、僕はそっちで、はい、チャンピオンの西岡選手が放送席に今来てくれました。ちょっと今マイクをセッティングしますので、ちょっとおしゃべりがお留守になります。これかな、じゃあ今あのヘッドセットマイクを、チャンピオンに、今セットして、いただきました。ベルトも一緒です。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい試合でした。代表浜田剛代表、うん、いや本当に良かった。まあ、本当それ一言だ、本当良かった。ありがとうございます。まあ、これだけの大舞台で、まあ、まあハラハラしたんだけど期待通りやってくれた。ありがとう。ありがとうございます。どうです、自分のボクシングできましたか。いや、あの思った以上に落ち着いてはいたんですけど、あのやはりリングに上がるとあのマルケスの試合巧者ぶりがね、あのやっぱり感じまして、あの、まあ、攻めにくいところはありましたけど、まあ、すごい調子は良かったんで、あの、まあ、あの皆さんの、ね、応援のパワーもらってね、こういう結果得ることができました。西岡選手らしく最後まで出てきましたね。そうですね、やっぱりね、いいファンにいいところ見せたかったんで、ちょっとはい、やっぱりマルケスといいファイトしたかったんで、はい、香川さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いやもう本当にもう日本全ボクシングファンを代表して本当にボクシング見てきてよかったです。本当にありがとう。こんな瞬間を迎えられると本当に嬉しい。ありがとうございます。いやそんなに喜んでもらえたら本当にありがとうございます。ジョーさん、だからポイントリードしててもね、その最後の 3ラウンド強気強気で攻めていったでしょう、はい、であれがね良かったですよね。ありがとうございます。あの戦略通り自分はまず立ち上がっていけたんですか、どうだったんですか、実際のマルケスを目の前にして。あのやはり左対策をすごいされてて、左がなかなか当たりにくいなと思ってたんですよね。まあ、前半出さないで右右右で、で、まあ、中盤にかけて左出したんですけど、やはりすごい対策取られてまして、なかなか当てることが難しかったんで、焦らずにじっくりじっくりいきました。途中からほぼ左当てられたじゃないですか、6回7回ぐらい境にして、はいはい、あれは自分の中に何かこうあったんですか。いや多分あれはじっくりじっくり焦らないでいったんで、マルケスもやっぱり後半にかけて消耗してきたんで、なんで入るようになったと思うんですよ。なるほど、ね、しかしカメラで分かりますかね、西岡選手やっぱり随分この辺小さな傷ですけども、はい、ありますね。かなりパンチ強かったですか。やはりパンチは強かったですね、はい、ものすごいもう一瞬たりとも、もう気を抜かずにやったんですけど、やっぱり前半距離を感覚使うまではやっぱりジャブがすごい伸びてきましたね。インサイドのジャブは厄介でしたね。ちょっとびっくりしましたね、うん、日本人として初めてのことです。これアメリカでラスベガスでチャンピオンが防衛しました。これについてはすごいすごいハッピーですね。いや本当ハッピーです。嬉しいですし、もうやっぱりこんなラスベガスで普通防衛戦って言ったらね、ものすごいやっぱりハンデを背負うじゃないですか。まあ、それが会長やジムのスタッフの本当ねサポートがもう完璧だったんで、僕は何の不安もなくね、もう泊まるところからご飯からね、はい、もう全く不安がなかったんで、はい、もう僕はリングの上で結果を出すだけっていうその仕事だけに集中できたんで、うん、もう本当もう応援してくれたファンの方とジムスタッフと会場マネージャーとね、はい、もう感謝の気持ちしかないですね。はい。